エルンスト一世経験校。エルンスト一世は、ザクセンゴータ公。1672年に、妻の実家ザクセンアルテンブルク公国をも継承し、これが、ザクセンゴータアルテンブルク公国創設につながった。経験校の異名で呼ばれる。エルンスト一世は、ザクセンバイマル校ヨハンとその日で、アンハルト公、ヨアヒム・エルンストの娘であるドロテア・マリアの間の旧、ナン。 実質的な六男として生まれた。1640年に兄弟たちとの分割相続協定に従い、豪太を獲得している。エルンスト一世は教育や宗教政策に熱心で、彼の寮内の農民たちは、公爵が建設した文法学校に通い、都市民や貴族よりも良い教育を授けられたと言われている。また、 エルンスト一世の晩年には、彼の両国の領民の中には、読み書きのできない者は一人もいなかったとされている。エルンスト一世はまた豪太に、中東学校を建設し、この学校は、非常に高い評判を得て、ドイツ諸国のみならずスウェーデン、ロシア、ポーランド、ハンガリーからも留学生がやってきた。エルンスト一世は、エーナ大学の発展にもつくし、 大学の経営資金を増やしたり研究に関する規制を設けたりしたが、この規制は非常に宗教色の強いものだった。信心深いエルンスト一世は教会の所持に関しても干渉を繰り返し、祈る人エルンストというあだ名をつけられている。エルンスト一世のプロテスタント促進政策は事業内に止まらなかった。エルンスト一世は神聖ローマ皇帝に対し、 皇帝の治めるオーストリアに住むルター派神道を自分の両国に引き取りたいと嘆願を行っている。エルンスト一世はモスクワにドイツ人のためのルター派福音主義協会を建設するのを支援し、ロシアのツァーリとも友好関係を結んだ。エチオピアにルター派信仰を広めるべく宣教師を送り込んだものの成功しなかった。 同じくプロテスタント勢力の発展に熱心な国家指導者だったオリバー・クロムウェルはエルンスト・一世を最も聡明な君主の一人に数えている。1672年、妻エリーザベとゾフィアの実家ザクセン・アルテンブルク公爵家の当主、フリードリ・ヒビルヘルム三世が未成年で子供もなく、死んだためエルンスト・一世がザクセン・アルテンブルク公を引き継いだ。 1636年10月24日、同族のザクセンアルテンブルク公ヨハンフィリップの娘、エリーザベト・ゾフィアと結婚した。夫妻は18人の子女を設けた。ありがとうございます。